スタッフさんお疲れ様、お土産はないのかよ。まあいいから、ほら入りなさい、ほら入りなさい。今日寒かったでしょねえ、家で温まりましょう。先にお風呂に入ります、それとも下駄箱の中に入ります、カリはご飯にします。スタッフさん下駄箱選んだ？いや、お風呂選んだよ。下駄箱にプレゼント置いたのに。ああ、彼がもっと誘導すればよかったよ。いいねボタン押してほしいね、ちゃちゃん。チャンネル登録もしてほしいよね、かりんちゃん。友達にも紹介してほしいね、ちゃちゃん。きっと紹介してくれるよね。それなら安心だ。